分かりますでしょうか。今ですね、イルカトレーナーが乗った船が出てこうとしてます。こちら側の側面にハナゴンドウが1人、担架で吊り下げられています。多分向こうにも1人いると思います。今ひしゃくで水をかけているところですね。空気中にいるとすぐやけどしてしまいますので、ああやって、水をかけながら運んでいます。でこれが2台目です。さっきも1台、ハナゴンドウを担架に乗せた水族館関係者とイルカトレーナーが乗った船が、出ていきましたね。今なんかちょっとトラブルがあったのかな。こうやって、あと1台、水族館関係者のまたイルカトレーナーが乗った船が、ちょっとすみません見えないんですけど、ここら辺からがもう1台いるのでまだ持っていくと思います。昨日はシワハイルカが12人で、今回はまだちょっと数えてないんですけども、少なくとも、2日で、6000万円とかそれぐらいの、収入を得ているはずです。すごいボロい商売ですね。こういう本当の実態ですね。こっちの方が圧倒的に儲かるんですけども、こういう本当に儲かる実態を隠してですね、伝統食だったりとか、そういったことで、事実をことしていますけれども、実態はこちらです。あそこにまだハナゴンドウが2つに分けられた群れの、片方がまだあそこにいます。でこちらの奥ではですね、ビニールが張られてまして、その奥でイルカトレーナーがイルカの選別を行っているところです。今日はハナゴンドウですので、これは、ここら辺の文化的な食材として使われますので、もしかしたらかなりの数が殺されてしまうかもしれません。はい。以上、途中経過です。また中継します。